にゃんこプレイヤーの皆様こんにちは。アメアメのにゃんこ塾へようこそにゃ。今回は先ほど始まったばかりである、ランマコラボガチャがどんな人におすすめできるのかを性能も含めて解説していきます。今回は久しぶりに新規コラボにゃ。ワクワクするにゃ。今回のコラボから始めた方にもわかるようになるべく簡単に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。途中までで見るのやめたらもったいない猫缶の使い方とかしちゃうかもにゃ。まず引くタイミングとしては絶対にコラボ終了間際に来る、11連確定の時に引いてください。コラボが始まってすぐに引いてしまうと一体も超激レアが出ない結果に終わる可能性があります。11連分猫缶が溜まっている方でも少しだけ我慢して確定が来たら引いてください。コラボ期間内に11連分猫缶がどうしてもたまらない方は引くのをおすすめはしません。無課金でプレイしていくならば中途半端な量の猫缶を使ってしまうのはご法度です。ですが、ランマコラボから始めた方はランマのキャラが欲しい方ばかりだと思います。そのような方はリセマラでコラボ超激レアが出るまで粘るか、アンドロイドの方なら無料猫缶と呼ばれる、他のアプリで何か達成するともらえる猫缶を集めるかしか選択肢はありません。もちろん課金という手もあるにゃ。少し前からにゃんこ大戦争をプレイしている方なら、ゾンビをクリアやレジェンドステージのクリア報酬を集めたり、ガマトトやウィークリーコンプの報酬などで集めるのがおすすめにゃ。もちろん課金という手もあるにゃ。煙自身課金していないくせにやけに課金を進めていますが、課金は計画的にしまくりましょう。注意喚起になってないにゃ。話がずれたので戻します。ランマガチャをどのような方が引くべきかという話ですが、個人的に初心者の方にはおすすめできないと思います。5体のコラボ超激レアがいますが、その中で初心者の方が使いやすく、日本編、未来編に有効なキャラがランマぐらいなんです。このあたりのキャラの評価は人それぞれなので、次回の動画で詳しいあたりキャラの解説をしたいと思います。チャンネル登録してるとその動画が見つかりやすくなるかもにゃ。1万人までもう少しなのでぜひ応援お願いしますにゃ。初心者向けじゃないってならどんな人が引いたらいいにゃ。キャラが結構揃ってきていて、ユーザーランクを上げたい方や、ランマコラボを機に始めた方は絶対に引いてください。コラボの復刻がいつあるかわからないので、今回を逃すと二度と手に入らない可能性もあります。激レアも追加されているのでユーザーランク上げにはもってこいです。シャンプーは波動てんこ盛りで使ってて楽しそうだから僕は欲しいにゃ。小波動と波動の組み合わせはロマンありますよね。初心者の方でランマ引かない方でどのガチャを引けばいいんだ、となってる方はとりあえずはウルトラソウルズやギガントゼウスガチャをおすすめします。無課金の方は11連確定の時に引くのを絶対に忘れないでください。ちなみに私がツイッターでアンケートを取った結果はこんな感じです。役に立つツイートもしてるのでぜひ概要欄からフォローお願いします。ツイッターの方が様子でよりどうしてもレスポンスがいいのでぜひぜひ。初心者におすすめできると思ってる方も一定数いるようにゃ。あれやこれやファントムが解説してたけど結局引くか引かないかを決めるのは自分にゃ。だからこの動画の内容は参考程度に考えてくれるといいにゃ。次回はランマコラボキャラのあたりキャラなどの解説です。今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でにゃ。エンディング。